先端成長、卵の一種エンサイクリアランソフホリア先端成長というのは生物の成長においてその細長い体の一端で外側に向けて新しい体が形成されるような成長の方式を指す言葉である。この方の成長は植物の特徴とみなされたことがある。一般の植物の体は根や茎の先端で新たな体の部分が形成され、それより 基部に近い側では、寄生の部分が大きくなる以外の変化は見られないのが普通である。そのため、植物の体は、寄生の体の外側に、新たな組織が追加されるようにして成長し、基本的には同一の形の器官を繰り返し、作り出しながら育つ。これらは、一つにはそれを構成する細胞が細胞兵器を持ち、互いの位置を変化させるのが難しいのもその一因である。 先端成長は、高等植物から藻類まで様々な群で見られる。また、菌類も先端成長を行い、これが菌類を植物と見なす理由の一つであった。内容について見ると、細胞が立体的に配置した多細胞生物の場合と、せいぜい作上に細胞が並んだ糸状態では、その形が大きく異なる。前者は組織の段階での先端成長であるのに、対して、 後者では、細胞の段階でのそれが見られる。根の先端の模式傷。頭中のメリスティームイコールメリスタム、根端分裂組織いわゆるイカンタバ植物においては、その茎は三次元に細胞が配列したものであり、内部ではいくつかの組織が分化している。そこでの細胞分裂は、茎や根の先端にある成長点あるいは、長端分裂組織と呼ばれる分裂組織に限定される。そこでは、 細胞分裂によって茎や根の細胞が作られて、それによって、それらが先へと伸び、同時に花どの軸性器官が形成される。これによって形成された組織は、一次組織と言われることがある。苔植物の場合、茎の構造は、やや簡単ながら、やはり先端の分裂組織での細胞分裂によって、その伸長が行われる。車軸草類では、一見は、 種子植物の水草に似た姿であるが、その構造ははるかに簡単で、節々の間は、ほとんどが単一の細胞である。その成長は一種の先端成長であるが、やはり特殊なもので、先端には成長点細胞があり、これが分裂によって上下に細胞を生じる。このうちの下側の細胞はそのまま伸びて、石管細胞となり、上側の細胞はさらに分裂して、 節部を形成する。また、菌類においては、真の組織は形成しないが、菌種が束になった疑似的な組織が形成され、そこに先端成長のような様子が見られる場合がある。例えば菌種束などがそれであるが、先端が若々しい様子は、種子植物の根にも似ている。この場合、菌種の成長する先端が揃って先端に出ている。もので、成長は、 ここの菌糸の成長そのものである。不死なしみどろの母体先端細胞が一列の砂状に並んだ糸状体など細長い糸状の構造体がその先端で成長するものもある。糸状の藻類、例えば青みどろなどがその代表である。しかし、出植物においても根毛、花粉管などにそのような成長の方が見られる。他に苔植物の原体等、あるいは 菌類の菌糸も、このような形にあたる。これらの場合、植物体の先端での成長というより、細胞の一端における成長という方がふさわしい。つまり、細胞列の最先端の細胞の、そのまた先端部で新たな細胞兵器が作られることで、細胞が伸びる。細胞分裂を行う場合には、ある程度の長さに細胞が伸びると、細胞の途中に核兵器を生じて細胞が区分される。 多くの例で、この成長する先端部近辺の細胞内には、小胞が見られる。これは、細胞壁の形成に関与するものと考えられる。この型の成長は動物には見られないものである。しかし、親足が再生する場合の再生名、あるいはヒドロムシ類のヒドロネの先端などに、見かけ上はよく似たものが見られることがある。ありがとうございます。